どうも、ねずっちです。結婚相手の勤務先人気ランキングっていうのがありましてね、1位が、地方公務員、2位が国家公務員、そして3位がトヨタ自動車っていうんですけどね、やっぱりみんなね、安定を求めるんですね。芸人なんて論外だよね。今でも覚えてますけどね、うちの嫁さんと初めて暮らした時ね、最初に給料渡した、全額渡したんですけどね、4万8000円だったですけどね、それを見て嫁が、つってね、金額は4万8000円でしたけどね、この人と暮らして大丈夫かっていう空気は10万してたっていうね、まあそんなのありましたけどね。まあだけどね、公務員を除くとですね、トヨタ自動車が9年連続で1位なんだそうです。すごいね。やっぱりトヨタ自動車に勤めると家庭がうまくいくのかね。車なのにね、ブーブー言うことないのかね、カーッとなることもないのかね、なんか家庭内ほんとうまくチームワークできそうですよね。家族揃ってこうね、肩組んでね、頑張ろうぜなんつってね、車だけにエンジンを組むっつって、そこまではさすがにしないか。ただまあトヨタ自動車ね、愛知県が本社ですからね、家庭内も和やか。ねずっちです。ではまた。